ベン・エドワード・マクレモア三世、ベン・エドワード・マクレモア3世、1993年2月11日体は、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身のプロバスケットボール選手。NBA のポートランドトレイルブレイザーズ所属。カンザス大学で2年間プレーし、2年生時に平均16.3ポイントを記録したところで、2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。 全体7位でサクラメントキングスに指名され NBA 入りした。ルーキーシーズンとなった2013から14シーズンは全82試合にフル出場し平均8.8ポイントを記録した。2017年夏はクオリファイングオファーの提示を受けることもできず7月2日にメンフィスグリーズリーズと2年1070万ドルの契約を結んだが8月8日に ロサンゼルスでトレーニング中に右足を負傷し、全治2から3ヶ月の重傷を負ったと報じられた。2018年7月17日、マクレモアは、ギャレット・テンプルと引き換えに2021年の2巡目、指名検討で4タデイビスと共に、サクラメント・キングスにトレードされた。2019年7月23日、ヒューストン・ロケッツと契約した。2021年4月3日、 ロケッツから解雇された。2021年4月7日、ロサンゼルスレイカーズと2020から21、シーズン終了までの契約を結んだ。2021年8月5日、ポートランドトレイルブレイザーズと1年契約を結んだ。レギュラーシーズンプレイオフカンザス大学時代は、ピュアシューターとして鳴らし、NBA スカウトや関係者からは、レイアレンの再来と期待されているが、 NBA 入りしてからは、その自慢のシュート力を発揮できずに苦しんでいる。ありがとうございます。